はい、と2021年6月14日ドラクエウォーク、本日は引き延のホームランありがとうございますということで、たまった配布チケットに関してこんだけありまして、とりあえずイオマータの方が10連で、ルビスの方10連、ロトの方はもうちょい貯めてから行きます。端数を引くのが嫌なんで、めんどくさいということで、8回引かなあかんなんで、100枚になれば10連引くんで、それまで貯めて、まあ、ロトはそんなにね、連成はしたいんですけどね、まだまだね。で、はぐれメタルの方もこれ、端数は残しといて、10連の方行きます、とりあえず、これだけは。24日だったか?え ?28、24日、28だったか?もう1回確かありますので、そこで、なんとか、って考えてるんですよ。ということで、これプラス、マイレージの方。確かこれ1週間分引いてなかったはずだと思うんですよ。これで20連分あるから、これをイオマータの方に変えます。イオマータというより防具が欲しいんです。防具今ね、1個取るだけでも1凸ぐらいの価値があるから、イオ周回用の防具がちょっと私色気出てきまして、欲しくなったんですよ。ということで、とりあえず、20連変えまして、これをプラスしてとりあえず行きます。これがちょっといいよな。ちょっと待ってください。これだもんな。天の恵みだもんな。ルビスはラッキーパンチで手に入ったりで、まあ、とりあえずこれを変えていきましょうということで。イオ周回ちょっとほんとね、メガモンの心じゃないけどね、あれで色気でできたんですよ。結構火力でしてけるし、なんかと組み合わせてね。あれがなかったら、ギラムチがいいかなと思ったんですよ。あれも欲しいんですよね。なんかね、周回用にどんな感じになるかなって。海賊とかパラディンとかに持たせたいんですよ。ということで、まずははぐれメタルとか行きましょう。お前あんま期待しないんだろう。これもね、でも2本とかってあれだよね。使いやすいですよね。ホコラとかだって普通に使えれば、これ普通に強いもんね。まあ、とりあえず行きましょうってことで。あわゆくばもう1本か。防具もそうだね。結構役に立ちますもんね。とりあえず行きましょう、どう。今、防具結構価値高いよね、実はね。で、これジェムとかで引いていくと多分あれだろうね。防具とか実は価値あるだろうね。どうですか?あ、1個来ましたね。SP だったら、ヤシャコンがいい。うん。ヤシャコンがいいな。雷神2本目、あ、でもルービスあるだろうか。あ、いい悩み言い出したな、お前。ドン!どうでしょう?ガイか、何個目なんだ ?4 つあるんかな?これもでも地味にいるんすけどね。そろそろ突れる頃かな。そんなぐらいに来るといいんすけど。それぐらいをなんとか目指していきたいですよね。SP に関してもね。ヤシャコンが揃ってくるともうちょいあれかなーって、ある程度形になってくるかなーと思うんですよね。雷神は別に2本あってもあれ腐らんだろうね、多分。って思ったんですけどね。メガモン戦だけか。ほこらではちょっと使いにくいく。強くね。ということで、どもりましたけど、あなた。まああれだろう。これ端数は残して、ロトの方も端数は残して、次回の時にということで、であれだろう、一番最後にあれだろう。こっち行くんだろう。あれ20枚買えて、ちょっと待って。あれ20枚全部買いましたね。10枚だけか?あれ?ちょっとタイム。20だよね。あれ?あ、そうだね。もう10あるもんね。いや、勘違いしちゃった。すいません、すいません。いや、全部いきますよ。これ残さないですよ。防具、なんか防具だね。なんか防具。あれ1個つけるだけでほんとあれだもんね。ラーミア1つぐらいの価値あるもんね。まあ、とりあえず行きましょうということで。あわゆくばお前あれだろ、防具かなんかと思ったら、まあ、とりあえず行きましょう。ドン。これもでもそうだよね。会心あるし、悪い防具じゃないよね。今結構なんか防具が目新しいってことないけどさ。武器もそうだけど、防具が揃えるだけでもね。あ、飛ばします。わあ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 、そういうこともあるな。ポイントだね。ポイントだね、ここら辺。一斉売却とかなんかシステムあるといいんですけどね。ということで、まあ期待してなくてよかったというところで、まあ本命なんですかね。あわゆくばなんか防具一歩。ということですね。とりあえず行きましょう。イオマータにあとあれ MP 回復ついてると最高なんですけどね。それ言ったらあれかラーメンが売れんくなるって感じか。とりあえず行きましょう、ドン。これ次の2周年とかじゃないけど、なんか復刻とかでラーミアとかってやってくるって可能性って思いません?なんか。ラーミアとさ、イオマータ抱き合わせはないかな。まあまあまあ、これは飛ばしましょう、飛ばしましょう、飛ばしましょうってことで。心理もでもそろそろあれ?凸が揃って、あ、でもあれか。エレメントだけだもんな、使えるとか。まあ、とりあえず行きましょう。あばゆくば、あばゆくば。虎の狸になるか。これもなんかダメっぽいで。ダメっぽいで、なんか。ダメっぽいで。ダメっぽいで。ダメっぽいですね。飛ばします、飛ばします。ということで、最後。なんかあれだね。不安になってくるね。なんか一個、なんか一個。見せ場だけください。それ行きましょう、ドン。SP でもいいんです。なんか見せ場だけください。あー、ダメっぽいで。ダメっぽいで。ダメっぽいで。ダメだね。ダメだね。ということで、ダメですね。
投げなしだったで、まあそんなもんだね。色気あったんすけどね、これどれかさ、防具防具4字も上がるからあわいくばって思ったんすけど、ハーゴのダメージはどうでもいいんですよ、それは。この自分がな、いいよ、自分周回よりと思ったんですけど、ね、まあ、次の機会に取っときますわ、マイレージ。次こそはあれか、これと、ロトがあれか、溜まってくるか、リュウちゃんのやつで。で、はぐれメタルが次のホームランか、20いくつでしたかね ?8 だったかな ?4 だったか、8だったかな、確かさっき、ちょっと忘れちゃった。まあ、そこで期待しましょうということで、まあ、そんな感じでとりあえずは溜まったマイレージと配布の分引いてきましたけど、坊主でございましたので、SP ぐらいなんかあれで、ね、あってもよかったんですけどね。まあ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 、まあ、外貨渡ったか。まあそんな感じでございますということで。はい、ということで、そんな感じで終わり。ちょっと悲しいね。